本日は初公開キャッチャーミットの湯もみ片付け、職人が行う爆音ミットの片付けを大公開。はい、おはようございます。おはようございます。今日はですね、1年ぶりに、はい、クボタスラッカー東京支店に来ております。はい、私の大先輩なの小川さんに、はい、つい本当最近再開したみたいで、はい、お店に来たりの、はいはいはい、まあっぱれもそろそろ再開するということで、はい、小川さんにちょっとご相談があって来ました。なるほど、はい、じゃあ早速行ってみますか。行きますか、早速。はい、あでもやっぱり、はい、スラッガーさんもしっかりとね、店内マスク着用、マスク着用ご協力くださいと。で、あとはもうこれですね、お決まりの、お決まりの、ね、これ見てください、これ。あ、おしゃれ、あ、すごい、下もありがとうです。スラッガー消毒、スラッガー消毒です。で早速行きたいと思います。はい、消毒して。先輩、先輩おはようございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰します。小川さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。伝説のドラム職人小川さんでございます。実はご相談が、はい、ございまして。はい。あの前にあの、はい、プレイしてて1年前ですかね、はい。スラッガーのキャッチャーミットが、あ、はい、先あのまあ。NPB とかでいうかブルペンキャッチャーとか、はい、キャッチャーの方とかも使われてるっていうふうに聞いて、はい、僕はあの大変これ小川さんに言っていいのかあれなんですけど、はい、今までですね、実はスラッガーキャッチャーミットを使ったことがなくてですね、アッパレのチーム用のミット、はい、ああ言ってましたねこの間。そう、はい、そうなんですよ。でもちょっとやっぱスラッガーのミットがあんまり僕実はあれそんなに分かってないので、はい、ぜひいろいろ教えていただきたいなと、かしこまりました、思ってます。はい、はい、国枝さん、まずはミットを選ぶと、はい、そうですね、はい、早速選んでみたいと思います。はい、僕が使うというよりは、はい、チームミットで、はい、あのアッパレのあの兄ちゃんとかね、はい、カズ山本とか、はい、まあ、いろんな人が使えるように、はい、どちらかというとなんか万人受けというとあれですけ ど、スタンダードな形を今探していて、はい、でもとはいえやっぱり我々アッパレ、あの、はい、ブルペン軍団はあのおしゃれ集団と言われてますから、はいはい、ブルペン集団ってあるんですか。私は一人ブルペン軍団は、はい、色とか、はい、フォルムはちょっとおしゃれな形、はい、派手な形で、はい、わかりました。本当、はい、昔からわがままなのは変わってないわ、はい、がまま、いや、そうですよ、はい、大変失礼しました。キャッチャーミットも、はい、種類、まあ、いくつかあるんですけれども、はい、僕個人的にお勧めしたいのはこちら、はい、おお、結構でも小ぶりですね。そうですね、いいっすね、はい、黒グレー、いい、おしゃれ、渋い。特徴として親指の部分、チームミットと違うデザインというか、本当だ、カッティングがされてるんですけど、こちらのサムホールド、サムホールド、サムホールド、はいはいはい、はい、S 型のカッティングにすることでホールド感が増します。あ、確かにすごいフィットしてる、ここ、はい、指の部分が、うんうんうん、ちょっと今手は入りづらいかもしれないですけれども、はいはい、それこそ湯もみをすると、はいはいはい、スッと入りますので、やっぱキャッチャーミットも容認されるんですね。はい、そうですね、もちろんします、はい、ただ、はい、グラブとやっぱりちょっと違うのは、はい、そこまで柔らかくはしないです。グラブほどは、はい、はい、キャッチャーミットの重みってなんか見たことない。いや、見たことないです、僕もないです。こちらのタイプ、まあ、これもちょっとカラフルになってるんですけれども、赤く黄金、こちらのモデルの特徴は、はい、芯がものすごく薄いんです。あー、本当だ。でも比べると一目瞭然ですね。はい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 、はい、薄い分非常にでも、はい、扱いやすい、はい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 、操作性はこちらの方が、確かに見てみて、あ、なんかこれがちょっとゴイゴイスな派手な、これはいいですね、おしゃれだ、おしゃれ、どうぞ開けて、あ、いいんですか、どうぞ、これも親指があれなんですね。あ、本当だ、サムホールド、サムホールドが入っていて、うわ、おしゃれ、あ、これは、でもこれ、あ、すごい、手のひらみたい。そうなんです、手のひら、手のひらです。そうですね、こちら新商品になります、はい、今年の、おー、はい、ニュー、はい、浅いです、キャッチャーミットにしては。そうっすよね、確かに確かに、横から見たらもうめっちゃ浅いもん、とんでもなく浅いですね、うん、浅いですね、すげー浅い、あらあらあら、これはね、結構特徴的ですね。そうですね、なるほどなるほど。国枝さん、大丈夫ですか、国枝さんの好みで欲しい感出てますよ。そのミット、これでいきます。おー、来た、こちらでいきます。黒グレーの、黒グレーのサム付きです。いいですね。じゃあちょっとミットも、じゃあ湯もみ、はい、ぜひしていただいて、もしよろしければ、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます。あ、いい、ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。これはもうバシバシ取ってもらえよ、兄ちゃんたち。いや、そうですね、はい、
来ました。私も湯気が立ってますね。グラブの時に、はい、でその仕込みっていうものが、はい、鬼にこうつける前に仕込みというものもあったと思うんですけども、はいはいはい、ミットに関しては、はい、その工程ございません。あ、やらないんです。もうこのままお湯に、はい、すごい。わー、来ました。入れます。はい。わー、お湯気立ってる、湯気立ってる。よいしょ。染み込む具合を見ながら。いきます。はい、では。あ、もう片付けたように。はい、もう染みましたので。キャッチャーミットのこのヒンジがありますね。はい。はいはいはい、この部分、はい、揉んでいきます。はい、ただ、先ほども言った通り、揉みすぎると柔らかくなりすぎるので、はい、柔らかくなりすぎない程度に揉んでまいります。はい。もうこれぐらいで。あ、もうそんなもんですか。はい。あ、うわ、おし、おし。いや。爆音ですね。すごい。キャッチャーミットなんですけれども、はいはい、グラブよりも、はい、使う人によって、はい、こう使い方とか、はい、ポケットの位置って変わってくるんですよ、はいはいはい、なので、この親指 の、はい、この付け根でにポケット作る方もいらっしゃいますし、はい、このウェブ下に作る方もいらっしゃいますので、はい、両方にちょっとポケットは今回付けていきますので、はい、なるほど、なるほど、はい、でいい音鳴るね。あと大事なのは、僕大事だと思うのはこのウェブのバランス、はいはい、はい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 、やっぱちょっとこうなってたりこうなったりするとちょっと見た目悪いんで、はいはいはい、このバランス、特にここの両方のこのサイド部分ですね、はい、ここの調整はしていきます、はい、ありがとうございます、はい、それで完成になりますので、はい、国吉くんが、はい、このウェブレースのこの幅、先ほど言った、はいはいはい、こだわりあるみたいなんで、はい、ちょっとそこも時間かけて今調整しました。ありがとうございます、はい、ちょっと見ていただいて、こだわりの、しかも俺のこだわりという。どうですか、国吉さん。おお、あったかい。でしょうね。あ、いいですね。すごい、やっぱ湯もみしてなんか形も立体的になってるし、ちょっとポケット見せてもらっていいですか、こっちに。こんな感じです、はい、うわー、あ、ほんとだ、うん、すごい、全然違う最初と。そうこれはいいな。いいっすね、これ兄ちゃんも母さんも喜ぶんじゃないですか。湯もみをするとグラブと一緒でこう、はい、ホールド感もできてきますし、手を入れたこの中でやっぱりこうちょっとまた言っちゃいますけど関節があるような。あー、出た、来ました、はい、関節いただきました、2020年バージョン。いただきました。めちゃめちゃいじるじゃないですか、クジュさん。前回からその関節の下り、NPB とかのブルペンの皆さんとかよく使われてるっていうのは。そうですね。どういう、なんだろう、声とかあったりするんですか、使ってるから。皆さん、音がいいっていう。ああ。撮った時の音が非常に高い、はい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 、っていうことを皆さん言っていただいてますね、はい、さっき叩いてる時もね、はい、めちゃくちゃ音良かった。そうですね。この乾燥機欲しいですね。こんな感じでしっかり乾燥させていきますんで。ありがとうございます、はい、またちょっと出来上がるのに、はい、10日からちょっと、うん、はい、今2週間ほどお時間いただいてますので、はい、また兄ちゃんと母さんに使ってもらって、ね、ちょっと乾燥も聞きたいですね。あ、ぜひ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 、はい、これはね、またうちのピッチャーも音がいいというふうに聞いてますから、はい、うちのピッチャーも喜びますよ。いや、いいですね、はい、これバシバシね、自粛開けてから、はい、うちのピッチャーにもキャッチャーブルペンキャッチャーにも頑張っていただいて、はい、行きたいと思います、はい、じゃあ、ということで私はこちらの前回小川さんにやっていただいたグラブ、はい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 、はい、あ、いいですね。これをちょっと持ってきて、うん、メンテナンスというか、お、ちょっと見ていただこうかなと。なるほど、ところで、はい、メンテナンス持ってきました。そうなんです、実は、東京支店で購入したグラブに限ってですが、乾燥であったりだとか紐の締め具合の調節などをやってもらえると、しかも無料でということで、非常に嬉しいサービスがついております。今回は私、540g ということで、量りに測って、その後、乾燥機でですね、乾燥させて
ていただいたんですけども、するとなんと40分ぐらいでこんなに 20g も軽くなったんです。こんな感じでですねやってもらえますので、皆様ぜひ、そして、乾燥中にちょっと店内の方を見せていただきました。ということでちょっと、今グラブをメンテナンスしていただいてるので、その間に新商品を。おお、新商品これね、今ね SNS で話題ですよ。話題ですよ監督。何が何がこちらですよ。何何何、おお、新カラーです。はいはいはい、名前言っていいですか。おいいよ。トレンチ。トレンチおしゃれすごい。トレンチです。すごいな。おしゃれですから。ついにスラッガーさん、まあ、今年からこういうカラーリングが高校野球対応になったんで、そうかそうか、はい、各メーカーさん出してるんですけども、スラッガーではトレンチと。おしゃれだな。おしゃれですよこれ。またなんかこう使い込んでったら、もっと渋くなりますよ。いいなぁ、さんこれいいですよ。バッテゾーンにも、はいはいはい、個人的に注目です。何ですか。フィンガーサポーターの赤バージョンが出ましたよ今年。すげえ。これはあのまあね、あの軟式でどうなんだっていう人いると思うんですけど、僕これすごい一個サポーターいいなと思うのが、スライディングの時にどうしても二遊間とかサードとかって、タッチ行った時に当たる可能性があるんですよ。大体切れるのここら辺なんですよ、その蹴られた時って。でも守備手はねしたくないっていう選手も多いと思うんですよね、やっぱ感覚的とか、まあいろんな意味で。そうなった時にここだけしっかり守ってくるんで、毎回テーピング巻いてもバッテとかつける時にぶっちゃけちょっと太くなって違和感あるんですよ。なんでまあ去年ね、あのネオ選手もね中日のこう蹴られて切って欠場してましたけども、そういった意味ですごく僕はこれ、ね、あの怪我防止の意味も込めていいなと思います、ね。はい、いいな、はい、ありますよここに。これクリスさんやばくないですか。迷彩入ってます。すゼブラというか迷彩ここに。あ、かっこいい。これめっちゃかっこよくないですか。東京支店限定の。そうですね、やつですか。はい、こちら東京支店限定の限定、はい、すごい。弊社スラッガーの、はい、某アドバイザー選手が今シーズン使う予定となっております、はい、某青いチームの、はい、某青いチーム。ただまだちょっと開幕しておりませんのでなるほど、はい、あれですけど、うち限定商品とか出すときに必ず SNS でインスタグラム、はい、Facebook で告知させていただくんですけれども、はい、こちらの商品に限っては本邦初公開、はい、国吉 TV さんで紹介させていただきます。すごい。で今ですね、はい、うちもはい、短縮営業で営業させていただきます、はいはいはい、いただいてますので、うんうん、今の期間に限りお電話でのご注文受け付けておりますので、うん、それはグラブも。グラブも。おお、あ、はい、基本的には全商品、はい、おお、はい、こちらの今ちょうど限定でこの手袋もありますので、はいはい、ぜひ特にご遠方の方なんかは直接買いに来れないですね。はい、あ、じゃあお電話でこの手袋欲しいですっていう形伝えたら、はい、これ送っていただけると。そうですね。あ、はい、ゼブラ柄、ゼブラカラーですか、はい、そうですね。いいですね、はい、ちなみに国吉さんはこのバッテをゲットして新ユニとの相性も良さげでご機嫌でございました。はい、というわけで本日は久保田スラッガー東京支店にてあっぱれの新ミットを、ゲットして、そして小川さんにまた湯もみ片付けをしていただきました。またこちらのミットを実際に使った感想などを、レビューしていきたいと思いますので、皆様お楽しみにお待ちください。